はい、皆さんこんばんは。キャプテン翼5実況プレイ、今回が第12回目、よろしくお願いします。ということで、前回の動画で予告させていただきました通り、今回につきましてはこちらメインシナリオの紅白戦をプレイするわけではなく、サブシナリオの日向のショーをプレイするわけでもなく、今回はこちら三崎松山のショーを遊んでいきたいと思ってますね。この二人ちょっとポカーンとしてるけどこのやっぱかっこいい三崎くんの顔見ちゃうとね、もうこの顔にホイホイされに行くしかないでしょ松山くんっても書いてあるしね、だからすごい気になるんですよ。だから本日はこのパリ VS マンチェスター、これをね、楽しくやっていきたいなというふうに思ってますんで、どうぞお付き合いください、よろしくお願いします。三崎松山のショー、フランスリーグでパリが優勝なんちゃらなんちゃら、イングランドではマンチェスターが勝利の美酒に浸っていた。マンチェスターの要は松山光、待望の英仏対決を迎えたここパルクデプランス、パルクデプランス、フランスはパリ、イングランドはマンチェスターマンチェスターってこんなユニフォームだったっけ派手だな松山、一瞬サーカス団にでも入ったんじゃないかと思ったよなんかあの映画のロッキーで、ロッキーの親友のアポロクリードがこんなパンツだったよアメリカの星条旗のね優勝の原動力になったのはどちらも日本人です。うん、次の試合では上の2チームの中から1つ選ぶことができます。上の2チーム、左の2チームではなくてって細かいこと言うおっさんがいるんだよな上の2チーム、パリ、松山、あ、違う、パリ、三崎、パリは三崎です、ね、で、マンチェスターは松山。そうですね、前回は三崎くんのチームでプレイしたんで、せっかくだから松山くんを操作したいですよね。じゃあマンチェスターでお願いします。 OK、 ドーバーカップマンチェスター VS パリ、よし、ミーティングを始めます。あれもなんか気になりますよね、あの三崎くんのあのパリがどういう風に見られているのかっていうのをね、これで知ることができるし、聞いてみようか。じゃあ敵チームの特徴を報告してください、さなえちゃん。決定力はそれほど高くないけど全体的に能力が優れているわ。うん、的確、あんまりそうそう、決定力はそれほど高くなかった。かといって一人一人がこう弱いかっていうとそうでもなかったもんね。三崎くんにマークをつけて中盤での支配率を高めましょう。なるほど、ありがとう。そしたらお楽しみの味方チームを見ていきましょう。ゴールキーパーシューマッハー、顔つきいいね、ミラクルウォール、エージャックス、アントニー、お、松山、そっかそっか、ディフェンダーだもんな本来は本来はディフェンダーだもんなそうだよね。ベネティクト、シシリア、お、ロジャー・クレメンス、ガブリエル、フレデリック、ボールドウィン、エリック、ロドビック、あ、これが控えのキーパー、強いね控えのキーパー、ニコラス、待ってね、シューマッハ、キャッチ、パンチ、28、29、判断力 B、 あ、そうかそうか、そういうことか、判断力 A、 こういうとこで差別化っていうか、どっちを選ぶみたいなプレイヤーに委ねられてるわけですね。あとはパイアス、お、パイアスいいね、ウィルソン、チャールトン、ラルフで一周しましたと。なるほど、 OK です。そしたらフォーメーションはもちろん 4-3-3 で、ディフェンスタイプは、お、初めからプレス、分かってんね、分かってるね、どのタイプがいいって聞くまでもないよって、プレスタイプを選びますよ。よっしゃ、ポジションチェンジ、ちょっと待ってね、この中でね、僕このパイアスっていうのが結構好きだったな。
パイアスっていうのがヘッド28、ね、ジャンプ28なんで、でこれエースがこのフレデリックでしょ、キック27なんで、そうだよな、だよな、これキャプテンゴールドウィン、うん、まあまあやね、うん、大体分かった、大体分かった。オッケー、決めました。ポジションチェンジ。キャプテン、ボールドミン、首。ハイヤスを入れます。ハイヤスを入れて、で、松山くんに変えて、シシリアを、4番にして、で、松山くんは、こんな感じ。あ、ごめんごめん。ちょ、松山くん10番。キャプテン松山。で、エースがパイアス。これでいきます。ね。あ、そうだ。もう一回ちょっと松山くんの必殺技とか見てみよう。松山。イーグルショット。オーバーヘッドキック。イーグルタックル。よし。よし、そしたら本日は、みさきくんのパリとの対戦です。これをやるの忘れてた。なので、楽しくやっていきたいと思います。よろしくです。キックオフ。お、向こうからか。よーし、松山、こんにちは。何？なんかユニフォームがなんか似てんな。区別がつきにくいな。なるほど。サーカス団が、サーカス団が我々ですね。でも、パッと見てわかんないな。間違ってパス出してしまいそうだ。よっしゃ、クレメンス。ロジャー・クレメンスから、うちの選手はどれだ。探すのが大変だな、これ。似てるから。そうだな。ガブリエル。高いパス。する。よし、松山。バランス崩してる。イーグルショット。かっこいい。うわー、焦られた。絶好の位置だったなんか、松山。じゃあ、シュート。真ん中。何？くっそ、敵のディフェンダーに当たってしまったか。試合再開。ガラ空きだったのにね、松山。そしたら、そうだな、エース、パイアスに渡すパターンで。お、面白いね、あの右下。わざわざ6番間に挟むのか。やってみようか。右下で。高いパス。ポン、ポン、お、お、お、あ、もう打っちゃうのか、ああやって。なるほどね。うん、岬が来た。お、ブリジット・ジョーンズ。タックル食らえ。よっしゃ。そういえば、パリって、ね、結構タックルが強いチームだったから気をつけないといけないですね。1対1の場面とかでは。パイアス、高いパス。シュート、ど真ん中。いやー、惜しい。もう一丁。パイアス。高いパス、シュート、ど真ん中、よっけー、マンチェスター、マンチェスター。勝たないとね、マンチェスターのファンが怒るもんね。サポーター大暴動だよ。こっちは5万6000人のフーリガンを抱えてきてんだから。はるばるイギリスから5万6000人のフーリガンが来てる感じ。昔パンチ佐藤さんがね、面白かったんですよね、ヒーローインタビューが。閑散としている、あのどこで、神戸グリーンスタジアムでしたっけ、当時あったっけ、閑散としている中ね、本日はこの5万何千人のお客さん集まっていただきありがとうございますっていつも言ってたんだよな。よし、松山、高いパス、これ普通に、でもいいか、見たい、オーバーヘッド、今度こそ決めろ。よーし、イーグルやろう、ナイス。よっしゃ、もう白くないぜ。よしよしよし、ナイス松山。あ、そうだ、まずね、ちょっとチームコマンド開いて、雪崩攻撃とかがあるかどうか見てみよう。お、早かったね、松山チェックが。よし、お、あった、雪崩攻撃、キーパー以外の選手が一斉に攻撃を仕掛けます。キーパーまで仕掛けに行ったら大変だもんな。俺も行く、俺も行くみたいな。
置いてかないでってみんなどこ行っちまったんだよ寂しがり屋。よし、ファイアス高いパス、もう一丁入れとこう、シュート真ん中、うーん、奪え奪え奪うのじゃ、どうじゃ、お松山、松山対美咲、よーし勝負、タックルだ、くらえ、よっしゃナイス松山、そしてナイスフォローファイアス、それを、サイド大丈夫か、立て、よし立った。でそうだな、ロドビックもちょっと活躍したそうな顔してるからロドビックにも、よしよしよし、いい感じ、ど真ん中、うんぬんぬん、シシリア、ダメか、よし、この三崎太郎だけはダメだ、突破させちゃいけない、よし、タックル&タックルだ、うわ打ってきた、お、シューマッハ、技は技は使わせてくれない、よし、でもあれだよな、お前顔があるのに顔つきの選手なのになんでこの子には顔がないんだっていうね、ちょっとクレーム入れたくなるだろうな、シューマッハとしては。またケツにズームインか、よし、いいぞいいぞ、マンチェスター強い、でだ、このギリギリの、あ、もうちょい待つか、ここね、オーバーヘッドとか打ってくれよ、シュート、真ん中、うわー惜しい、おおー、ロドビック、相手のキーパーバランスを崩している、チャンスだ、このチャンスものにしたい、このチャンスものにしたい、誰か打ちたいやついる、あ、フレメンス行こう、フレメンス、低いパス、何カットされた、うーん、ドーフリーで打たれた、シューマッハナイスブロック、うわ三崎太郎だ、ここは大事だぞ松山、カット、うー打ってきた、シューマッハブロック、ナイスブロック、いやーまた打ってきた、お、ダイビングか必殺セーブか、じゃあもちろん必殺セーブ、あれ使えない、どうやってやんの必殺セーブあ、出た出た、よーし、シューマッハがいる限り負けることはないんじゃないのか今思ったんですが、よっしゃ、パイアス、ガブリエルで、あ、これやばいか、あ、大丈夫だよな、よし、高いパス、ロドビック、右隅、よーし、ナイスロドビック、ナイスゴール、悪いね美咲、昨日の味方は今日の敵ということで昨日まではウブネシは美咲の味方だったけど今日は敵だからね、あんなに PK での勝利を喜び合った仲だったのにパリのスローインか、前半0点で抑えることができたらでかいんだよな、お、オフサイド、よしよしよし、えらい、守り固いですマンチェスター、反撃開始、点を取りに行こう、うーん、まあ、美咲が来た、これナイスフォロー、これ逆サイド、ガラ空き、よし、踏んでた、ここ、ファイアス高いパス、あ、捕まった、必死だね、おっと、ここで前半終了、マンチェスター果たして逃げ切ることができるのか、できるでしょう3対0だもん、いけるいける、松山くんがちょっとお疲れ気味だけど、試合再開、よし、ユニフォーム派手だもんな、派手なのに見分けがつかないんだもんねせっかく派手にしたい理由が今一つ、よし、パイアス早いよ、こっちは攻撃早いよって、うわーで、ゴールも早いよって言おうと思ったのに、シシリア、どうじゃ、おー、三崎対松山タックル、よっしゃー。
んなことしないよ。松山君もそんな美咲君に椿吐かないよ。カーペ。ひどい。この後全日本編あたりで一緒にプレイするっていうのにね。ひどいな。シュートど真ん中。なあ惜しい。おナイスブロック。ノートビック。ウドシュートど真ん中。カットすごいな。おナイス打ちだってやるぜ。自動カットやるぜ。そしてロジャークレメンスで。ロジャークレメンス2049。ファイアス高いパス。シュートど真ん中。えらい。さすがエースだ。よし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 。昨日まだベンチ、今日からエース。何が起こるかわからないぞ。監督次第だ。でもあれだよ、この試合が終わったらもう操作するのは船じゃなくなっちゃうから、またベンチに戻る可能性が高いよ。引き続き僕が操作するんだったらね、レギュラー確保、レギュラー確定なんですよ。こういうのはもう監督の趣味だからね。うわーやばい。おおナイスキーパー、フレデリック。よしこういうパス出してみようか。フリスビー練習だ。フリスビーの練習で、ここ、このスペース、よしでシュート。おおでも今の楽しかったな。いろ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 ね、練習とかできそうだね。ミセックには悪いんだけど。サイドサイド、あー今ちょっとスルーの練習でもしようかなと思ってたんですよ。おおおお、美咲が来た。チームのため美咲くんがオーバーヘッドキックを打つ。よーし、ここはミラクルウォールだ。ピョーン。なんかあれみたいですね、ダークイリュージョン。うわっと、そのままゴールに入った。すげえ、さすがだな美咲くん。美咲くんの魂がこもってました。よし負けてらんないな松山。カーペとか言ってる場合じゃないぞ。頑張ろう。よしクレメンス行け、抜いてみよう。ダメか、パリはなタックル能力高かったもんね。そしてミサキ、ジャックス、やばい、撃たれる撃たれる、また来た、また来たぞ、ブロック。うおーすげー、ミサキ2連続ゴールです。やばい、なんか宿ってる今のミサキには。何か神がかってる、神がかり的ななんかね、オーラが体中からにじみ出てドロドロ。あれかな、松山くんの唾かな。違うよ。よし行こう。松山くん7しかないのか。あ、鉢巻き巻いてんじゃん。気がつくの遅いって。ファイアーズシュートど真ん中。よっしゃー、パリの夢遠のく。よしナイスゴール、喜ぶ4人。でも油断しちゃいけないもんな、美咲くんがすげえ強いから。動かない、仲間を信じる。えらい。よしパイアスナイス。お、パイアスのガッツがない。今変なこと言った？大丈夫だよね。よし、ロドビック、高いパス。読まれたか。読まれてしまいましたか。残り9分。シシリア、アントニー、よーし。うわやばいやばい。これめちゃめちゃやばいじゃん。ブロック、えらい。松山戻った。よし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 。ギャー、松山のパスが相手に当たって、そのまんまシュート打たれてしまった。マッハ。よし。
うわー、クリア。よし。おお、ジャンピングボレー。きたー、ジャンピングボレーだ。ハットトリック狙ってんな。よし、させるか。ミラクルボールだ。ナイス。おお、危ね、危ね。ワンツー、ナイスワンツー、ナイスワンツー。よし、で、この辺フリスビー走れ。間に合わなかったか。悪かったね。ちょっと無理があったな。不慣れなもので。でも残り2分、いけるいける。フーリガン大喜び。この後大変だよ。ハブとか大騒ぎだぞ。止まれ。ああ、そう、ああいうとこでちょうどピンポイントで止まるようなパスをこう習得したいですね。旗包み的なね、旗包みを習得したいですね。こっからロングシュートとか時間もないし、右隅行けー。よし、もう一発左隅行けー。よし、もう一丁打とうぜ。あー、タイムアップか。マンチェスター勝利、パリを見事に破りました。イエス。ん、いい試合だったな、美咲。実は俺、来年から、おお、イタリア来るの？どこ行くの？翼より全然いいチームだったりしたら、翼ちょっと悔しがるんじゃない？どこ行くんだ？あそこは世界のトップレベルの選手がたくさんいる。うん、だって翼のドライブシュートもさ、ドライブオーバーヘッドも軽くキャッチされちゃうんだもんな。レベル高いわ。そうか、イタリアへ。今度会うときは代表だな。お、もう来たの？早いね、松山くん。これがセリエ A か。スピード、技術、まるでワールドカップだ。お、翼お気に入りのジャケット着てんじゃん目立ってるよ、翼そのジャケットなんか黄土色の何か人物が立ってるもんな。それともそれなんかロベルトのお風呂？ロベルトのお風呂って感じがするけどな。なんかブラジルを立つ翼のために選別で、これ翼、俺が日本でウイスキー一本飲みながらあっちこっちフラフラしていた時に着ていたジャケットみたいな感じでもらったんじゃない？ロベルトから。ナポリでプレイするんだな。俺はレッチでプレイするんだ。まだチーム合流前。そういう時期だったんだ。あのパルマの10番。いや、大したことなかったよ、パルマの10番。3回ぐらいシュートをプレゼントで止めちゃったし。おーし、ということで、いやー、楽しい試合でしたね。やっぱね、こうやって、翼以外の選手を操作することができるのって本当に面白くてね、すっかり忘れてましたなんか以前ね、メガ CD 版とかでね、ヒューガの東方を操作したりとかできて、うわすげえなーメガ CD とか言って僕褒めてたんですけど、ちゃんと5にもあったんですよ、こんな風にね。すっかり忘れていた。でも今は思い出した。やっと思い出した。思い出すのに18年かかってるっていう、ね、でも、うん、こんな感じで、懐かしみながら一試合一試合プレイしていきたいと思ってます。はい、そしたら本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。次回はメインシナリオ紅白戦になります。ヒューガくんごめんね。ただいま。また会ったねごめんごめん、さっきさよならっていう風にお別れの挨拶をさせていただいちゃったんですけれども、この三崎松山のショーって冒頭で三崎くんのチームを操作するか松山くんのチームを操作するかってこう2択で選択することできたんですけど、でこれ万が一三崎くんの方を選択してプレイしたらどうなんのかなっていうのが気になっちゃって、でちょっとお遊びって感じでね、まあ、お遊びじゃないか、まあ本気でやるんだけど本気でやるんですけど、久しぶりのダブルヘッダーなんちゅうものをねやらせてもらおうかなっていうふうに思ってます。
ダブルヘッダーです。あれ以来ですよ、キャプテン翼4の2周目の、どこだっけ、バスコダガマ忘れもしないバスコダガマ2連戦あれ以来ですよ、あれ以来のダブルヘッダーなんでね、ちょっとそういう風に改まっちゃうとちょっと緊張しだしちゃったんだけどまあね、楽しくね、ちょっともしも松山くんではなくて美咲くんの方でプレイしたらどうなるのか、これをちょっと見てみたいと思いますんで、どうかお付き合いください。お時間がある方だけでいいですよ。動画2本だもんね。さあ、イングランドではマンチェスターがうんちゃらかんちゃらで、松山光がマンチェスターの要、待望の AF2 対決を迎えるここパルク・デ・プランス。フランスはパリ、イングランドはマンチェスター、そしてサーカス団長松山よっ団長、どちらも日本人。うん、ということで次の試合では上の2チームの中から1つ選ぶことができます。じゃあ今回はパリ、美咲くんを選びましょう。これでいいですか？イエス。キャプテン翼5、これはこれで面白いですよね。今さっきプレイしたマンチェスターのあれが、情報が聞けるんだもんね。だからさっきは逆の立ち、難しいんだけどね、説明が。さっきは昨日の美咲くんのチームがどういうチームなのかっていうのが聞けて、今回は今さっきプレイした松山くんがどういうチームなのかを聞くことができるっていうね、こういう面白さね。なんかダブルドッキリみたいな感じの面白さがあるね。よし、じゃあ、聞いていこう。松山くんはディフェンスだけでなく攻撃にも参加してくるわ。通常はサイドからの攻撃は多くなってるわね。デンマーク代表ゴールキーパーのシューマッハは背が高くて、ゴール前のロビングにはかなりの自信を持っているわ。あいつデンマーク代表だったんだそっかそっか、シュマイケルみたいだね。よーし、そしたらそうだな、ちょっと忘れちゃったな。ちょっとプレスでしょ、これは忘れないよいつも一緒だもん。4-3-3にして、でポジションチェンジで誰か入れてたっけ、このままやってましたよね。で美咲くんが9番でブリチット・ジョーンズの筆記が10番、確かこれだよね。で信頼ポジ7番がリュック、うん、こんなんだったよ。おっしゃー、なるほどね。今度はじゃあ逆の立場、逆の立場みたいな感じで遊べるっていうのが面白いね。あ、ちょっとこれもやっとかないと。 OK、 アクティブディフェンス、必殺シュート、こんな感じで。よっしゃ、じゃあ美咲くん側のストーリーをこれからプレイしたいと思います。よろしくです。キックオフ。大丈夫大丈夫、だってあれだもん、向こうのエースストライカーにしていたキャラはベンチだから。よっしゃ、こっち、コンスタンスからリュック、よしよしよし。で美咲くん、もう後ろ向いてるね。美咲くんでいっちゃおう、低いパス、よし、1対1ジャンピングボレー、頑張れ美咲、行け。何、キャッチされた、やるなデンマーク代表、止めろ、ブリジット・ジョーンズタックル、何、もう来たの、飛び出す、身構えるでパンチ、ナイス。あ、キーパー間違えちゃった、キーパーバケスくんだったね、後で変えよう。おオフサイドやったね。そして開始早々のゴールキーパー交代悪いな。どうやんだ、ポジションチェンジ、あれあれ、キーパー変えらんないの、これキーパー変えられないこれはショック、これは意外、キーパーって途中で変えることできないの、これサダシちゃん、なんかキーパー変えられないの、これポジションやフォーメーションを変更します、そう変更したいんだよサダシちゃん、でも監督が許してくれないんだよ。サダシちゃんからもなんか言ったよ、マジで変えられないの、いるじゃんモーリス、そうだモーリス君も使ってたんですよ、使えダメなのか、そっかそっか、まあいいか、じゃあバケス君判断力 A 任したよ。よし、
後半から変えることできるのかな。試合再開。じゃあテック、よし行こう。そっかそっかそっか、もうねすぐ忘れちゃうからねすぐ忘れちゃうからね。ミサキくんでどうしようか。低いパス来た。じゃあ普通に打とう。シュート、真ん中、うん、あいつどうやって攻略されたの。味方でいた時はすげえ心強かったんだけどな。パンチ、えらい、やるじゃんバキス。アピールしてるね、変えないでって、変えないで蹴ろうってアピール感じるな。よし、フェルナンデスからミサキくん、高いパス、そしてなるほどザワールド、オーバーヘッドキック、これはどうだ。何抑えるか、さすがだな。マンフロアダメか、江戸ガール江戸ガール、江戸の女、よーし、ジェラール、ナイス。こっち攻めろ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 、ドリブルで抜いてみようか。ミサキくんドリブル、ミサイくん普通のディフェンダーもかわせなかったか、普通のディフェンダーもかわせなかったか。んー、でも信じて出そうか、低いパス、シュート、真ん中真ん中、うん、勝てえな。エドガール、ナイス。こっち、ミサイくんでドリブル突破したい。ミサイくんもっとこっち来てくんないかな。とりあえずじゃあブリッジこの辺出そう。この辺作戦決めた。でするブリッジっていなかった。ブリッジット来てくれると思ったんですけどね。ブリッジット、お、ナイスタックル。そうだ、忘れてた、パリは一人一人のボール出し能力が高かったんだよね。よっしゃ、ナイスループ。この辺、低いパス来た来たか、パス出せる、こっちにブリジット出せた、あ、出せたんじゃないか、こぼれ球か、硬いなあいつ。ドリブル、よし、ミサキくん低いパス、久しぶりのこんにちはミサキ太郎です作戦を使おうぜ。トラップ行くぜ、こんにちはミサキ太郎ですくっそ、挨拶だけで終わったか。今日は挨拶終わりか。止めろ止めろ、アルテュール、ナイス。やばいやばい、身構える、ブロック、よっしゃナイス。うわ来るな来るな、身構えるでパンチング、よーし、えらい、猛烈にアピールするバキュス、身構える、そしてブロック、よーし、ナイスアピール、えらい、ブリジット、うわ打ってきた、いけるかバキュス、よし、ナイスブロック、必死のディフェンス、これが勝てなちよ、身構える、クリア、ふぅ危ない、危なかった。試合再開だ、反撃開始、逆サイド、こっち、どうやったらゴールできるかな、あいつ強いな、うん、身構える、ブロック、よっしゃナイス、残り2分、よし、この辺、パリのフランス仕込みの華麗なサッカーを見せたろうぜ。ここ低いパスでスルーすれば、いない、誰もいない、誰もいないのか。マンフロア来てくれるかな、これはどういう状態、あ、いないのか、まあ時間も時間だし打つか。じゃあシュート、真ん中、うーん、前半終了。そうだな、分かった、攻略法なんとなく分かった気がする。
おー、バキュス君、ご苦労さん、よく頑張ってくれたよ。予想以上だったよ。ポジションチェンジできない。くそ、ここで非常な通達を今行おうと思ったのに。じゃあ後半交代だみたいな。よし、最後まで付き合うよ。試合再開。そうか、キーパーで途中で交代できないんだ。ちょっと待って、じゃあ全日本編とかさ、あれだっす、3つの W の作戦とか使えないわけ？どうなんだろう、全日本は全日本なのかな。大会のルールが違うかもしれない。美咲はカット。よし、えらい、ナイスカット。そしてエドガール、あんたボールだよ。よし、ナイス。なんとなくね、攻略法は見えた。美咲くん、低いパス。あ、来ちゃったか、来ちゃダメなんだよ。こっち。あいつやるな。ナイス、エドガール。あんた、ボール取っといたよ。よーし。あとで入浴シーンとかあるかもしれないよ。たらい風呂の。98。美咲くん、この辺。よっしゃ、シュート。真ん中。ダイビングキャッチされた。止めろ。よっしゃ、ナイス。うん、おー、なだれ攻撃か。美咲くん、ガッツは？ガッツ見せてくんないの？ガッツ次第なんですけど。じゃあ、どうしよう、カット。ブリジットアタック。ダメか。やば、来た、早っ。おイーグルショットだ。まずいぞ。エドガール、届かない。ジェラール、届かない。くっそー、打ってきたな。バキュスパンチ。もうバキュス猛烈なアピール。うわ、やばい、ブロック。よっしゃ、ナイスキーパー。くっそ、松山また打つか。エドガール、あんた届かんよ。バキュスパンチだ。うおー、わっしょい。やばい、風が吹いてるぞ。バキュスに、ジュエスタックル。よーし、ナイスタックル。うわー、もうくんの、ワンツー。えらい、うわー、やばい、ワンツー。よし、えらい。よし、僕はワンツーが好きだからね、キャプテンズソータイムでは。美咲28。困ったな。攻略法はね、なんとなく分かったんですよ。でも美咲くんのガッツがちょっと少なすぎ。なんとなく見えたんですけどね、あいつ、あ、忍び、ここパリの忍びんだそう。なに、 T&T だ。よし、 T&T を食らわして、もう一丁ここ。あー、バレてるな。もう一丁ここ。来るな、キーパー来るな。キーパー来るな。アリテュール、やばい。よし、マンフロア、ナイス。なんとなくね、分かってんですよ。なんか見えたんですよ。あとはそれを実践するだけなんですけど、なかなか実践ができないっていう。55。よし、美咲が回復するまでは他のメンバーでなんとかやる。他のメンバーがでも来てくんない。マンフロア、ブリジット・ジョーンズはどこ行った？いないか、しょうがない。フェルナンデスだぞ、高いパス。うわ、来るな。お、ナイス。お、美咲、偉いぞ。そしたら、でもガッツがねえよな。ガッツ、取っとくか。もう一回ここ、高いパス。よし、シュート、真ん中。なあ、ミラクルゴール来たか。どうも、ナイス。止めろ、エドガール、あんた、ダメ。うわ、身構えよう。やばいぞ、ブロック。よっしゃ。うわ、身構えよう。そして、お得意のブロック。よし、強い。強いじゃないか、バキュス君。見直したよ。よし、72、あとちょっとだ。ここ、高いパス。
そしてキーパー来てない、シュートど真ん中、うわ入ってるだろう入ってないわ、ライン踏んでなかった、ライン越えてなかった、今怪しかったぞシュワッハー、あれ美咲のガッツが5しかない、あれか自動カットに入ったからか、よしここは10番ブリジットが何とかしよう、ブリジットのシュート力は27、よしシュマッハど真ん中行くぜ、プレイ、うわキャッチ、お前など必殺技だ、使うまでもないって感じか、やばいやばい止めろ止めろ、うーんとやばい、身構える、そしてお得意のパンチ、危ないすげえ危ない、運も味方につけてるな、ゆっくー困ったな、せっかく岬のガッツが溜まったのにな、34、岬で1本シュートが打てればな、僕なりに考えた攻略法っていうのが試せるんだけどな、フェルナンデス行ってみるか、フェルナンデスこの辺、高いパス、キーパーは来ちゃったか、あ、でも今チャンスじゃない、今がチャンス、今がチャンス、よし伊作くん、お松山来ちゃった、リュック、なあ取られた、うわなだれ攻撃っていうことはやつやる気だ、やつやる気だ、この C ブロックで、よーしエドガール、エドガールナイス、よし向こうの守備は手薄だ、このままドリブル突破で、いないね本当に、オフサイドになっちゃうじゃん、このドリブルでいこう、ドリブル、どうもフェルナンデスなんです、あー惜しい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 、エドガール、よしアリトゥール、いやー最後に打ってきたクレメンスが、バキスここが最後のお仕事、パンチ、おー危ないクロスバーだったか、クロスバーに当たったか、リュック残り1分、残り1分、ミサキ君勝つだからだ、ブリジット、残り30秒、ここフェルナンデス、ここ、ここやで、ここよし、あタイムアップ、両チーム互いに譲らず延長戦延長戦かい、 PK じゃないのマジで、あでもめちゃめちゃ回復してんじゃん、めちゃめちゃガッツ回復してるじゃん、そうかサナイちゃん延長戦だって、そして相変わらずゴールキーパー変えられないのかそうか、よし最後まで付き合うよバケツくん、よっしゃ試合再開、でもガッツが回復したのはいいね、よし頑張ろう、こっち早速試せるじゃん、僕なりに考えた攻略法、伊崎くんは、伊崎くんはどっちが得意なんだ、ダッシュジャンプ、あどっちもそこそこか、じゃあとりあえず低いパスで、キーパー来ちゃった、キーパー来てしまった、キーパー来ちゃうとまずいな、シュート、じゃあ真ん中、うん、あいつやるねほんと、よしよしよし、危ない危ない、ギリギリだったな、パス、どうしようか、ミサキ、ミサキがここ、リュック、ドリブル、よしナイス、おおかわしてくれた、よし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 、ここここ、この辺、ミサキ低いパス、またキーパー来た、しつこいよ真ん中、しつこいな、あいつあいつで来られちゃうと僕の作戦っていうのは使えないんだよな、よっしゃナイス、献身的なプレー、おブリジット強い、サイドサイドからリュック、よしシーブロ最後にいそう、松山くんのやけくそが怖いからね、57、打てない打てないか、あれ誰も来ない、頑張れリュックかわせ、これは
パリのコーナーキック、パリのコーナーキックです。ガッツは残りどんぐらい ?61。ミサキじゃ打てないのか。じゃあブリジット・ジョーンズだな。なんか一芸君みたいにいない？ボッシー出てみる？ボッシー出たい？出たいよな。出たいって聞いたら出るって言うよな。あでもちょっとこのメンバーで今ちょっと試したいことがあるんだ。悪いな。試合再開。右下リュックにパス。よし。どうかな。マンフロアかな。マンフロア低いパス。うわ取られた。おブリジット高いパス。なーにーカットするか。またパリのコーナーキックか。頑張ろうパリ。試合再開だ。勝つぞ。右下。よし。で、打たなきゃ始まんないな。打ってみようか、リュック。真ん中。うわー。みんなどうした？肩バルだ。奪うんだ。よし、偉い。拾え。これは？延長戦前半を終了。よし。同点のまま紅白戦。すごいな、点が入んない。全然点が入らない。そしてマンチェスターのキックオフ。この後半は絶対サーカス団長打ってくるでしょ、シュート。よし、反則タックル。なだれ攻撃からのイーグルショット打ってくるでしょう。タックル。よし、偉い。フェルナンデス。取れチです。まずい。身構える。そしてあやばい、嫌な予感がする。パンチ。よーし、ナイスパンチ。うわ、エドガール頼む。あんた、よーし、奪ったよあんた。よし、勝利の火打ち石だ。ミサキ27。ミサキクーが使えない。この辺低いパス。よし、マンフロア、えらい、よく来た。お、やつ、焦ってる。焦ってる隙に、こっち、深いパス。遅いパスが、シュート、真ん中。なぁ。まずい。ブリジット。やばい、守りが手薄。アリュティオル。えらい、ナイスタックル。うーわ、バーキュス君。身構える。ジュレス、クリア。だー、そのまま入っちゃうか。なにー、くっそー、そういう戦法を使ってくるか。よし、リードされていても焦んな。頑張ろう。くっそー、そう来るか。残り4分で、こっち。美咲、頑張れよ。めちゃめちゃ応援するよ。美咲くん、低いパス。来た、ジャンピングボレー。ハローちゃん。すぐ、チャンスはまだある。ブリジット、えらい、すぐ。美咲にボールを、美咲、低いパス。よっしゃ。こういう状況か、ドリブル。かわす。ふん、取られた。うわ、タイムアップ、パリ敗北。グッソー、やられたぜマンチェスターに。お、いい試合だったな、美咲。まあ、しょうがないか、松山君にやられたんだったら諦めがつく。でも本当はあのシューマッハが1対1でこうぴったり一度フォワードに疲れないような位置から真正面に向けて必殺シュートなり普通の通常シュートを打ちたかったんですけどね。シューマッハ君がその1枚も2枚も上に、上だったっていうことなんですよ。くっそー、まあいいか、松山なら。そっか、イタリアへ。でも楽しかったな。バキウス君が意外にも強かった。
惚れ直しました、バキュス君に。お、松山君がイタリア、翼君もイタリア、ピエール、あ、ピエールドイツか、ナポレオンも日本だし最後のナポレオンも日本だしっていうのかな、どうなんだろう、どうなんでしょうナポレオンみんな新しい戦いの場を求めていく、僕もこのままフランスにいていいのだろうか、フランスサッカーは十分学んだつもりだ。そうですよね、よく考えてみたら美咲くんってあの中学ぐらいから、中学だ、いつちょっとフランスに行ったのか分かんないんですけど、うん、もうずっと長いですよね、フランス一本ですもんね、一途な美咲って感じがしますよ。それを何らかの形で、ん、フランスともお別れか。あずみちゃん、お、懐かしい、あずみちゃん雰囲気変わったね。なんかあずみちゃんって青い髪の毛のイメージがあったんですけど、そして着ている洋服、これさなえちゃんとおそろじゃん、さなえちゃんとペアルック、なんかどっか原宿かなんか行っておそろいのやつ買ってもらった。あ、でもこの BGM あれじゃん、キャプテン翼4の BGM、 ザ・説教パークのテーマ説教パークのテーマだ。多分フランスにはもう戻らない。前にミサ君が日本に帰っちゃった時、あ、これシャルル・ド・ゴー空港かな、その時もう会えないと思っていたけど、またフランスに来てくれて嬉しかった。あずみちゃんはねいい子ですよ。でももう本当にお別れね。そっか、あずみちゃんも長いね、帰国子女で多分お父さんの海外転勤に行ってるはずなんだけど、よくお父さんビザ切れないね長いよ。そっか、三崎松山のショー終わり。なんかあれだね、最後プロポーズっぽいこと言ってたね、三崎くん君も来ないかみたいな、やるな三崎くん。なんかジャケットはね、あのロベルトの例のロベジャケみたいの着てたけど翼と同じようなジャケット着てたけど、結構翼と違って強引にこう引っ張るね。まだあずみちゃんの両親も知らないのに翼なんてもうお互いで家同士の付き合いがあるのにまだ結婚はしない。でも美咲くんは全然お互いの両親とか知らないけど、うちに来いよみたいな日本に来いよみたいな感じで言ってましたね。男らしいな、男らしいぞ美咲太郎、うん、っていうことで、なんか試合には負けてしまったんですけど、こうして美咲くんのかっこいいところが見れたし、そして負けてもなんか大丈夫そうだし、あとなんといってもパリのゴールキーパーバキュス君、バキュス君の頑張りを見ることができたんで、もう大満足です。はい、それでは、次回こそはメインシナリオ紅白戦になります。どうぞお楽しみに。それではまたね、最後までありがとう、さようなら。